手に、まあ、ボードを持たれる時間は良かったんですけど、まあ、ディフェンス、まあ、みんなでしっかり統一できていたので、まあ、慌てることなく、まあ、プレーできていたかなと思います。はい、失点しちゃいましたけど、まあ、そこで落ちることなく、まあ、全員が、ね、前を向いて、やれていたので、まあ、そこは今年リーグ戦でもあったことで、まあ、今そこが強みになってるんじゃないかなと思います。連戦になるのでやっぱり終わった後にこう食事だったりその後の、まあ、お風呂に浸かるとか、はい、それしっかりケアをしっかりしないと、はい、やっぱ明日に響いちゃうのでこれからしっかりケアしたいと思います。しっかり切り替えて明日のゲームに臨みたいなと思います。まあ、初戦ということもあって緊張もあったんですけど後半になって切り替えてやろうという話をしたんでそこはみんなで頑張ってやってきました。まあ、後ろで失うこと多かったんで前線でもっとプレーしようって話して後半はいい形でボール入れたんでそこで点数つなげていければよかったんですけどなかなかうまくいかなかったんでそこは反省点だと思います。まあ、先に失点しても慌てないでやれば自分たちなら追いつけるっていう確信はあるんで、まあ、先に失点してもみんなで諦めないで点取りって結果的に追いつけたんでよかったと思います。まあ、相手にボールを持たれる時間は長くなるんだろうなというのは想定をしてましていかにして自分たちのペースになっていくかということだけ考えながらやっていて、まあ、前半は 0-0 を終えたのですごく良かったなと思いました。まあ、失点するまでもしっかりこう守れてたんですけども、まあ、サッカーって何が起こるかわからないので、まあ、あの失点の後選手が切れずに取り返すことができたのが今年のやっぱうちの成長したところなんじゃないかなと思います。明日勝ってまた再来週の、準決決勝につなげるためにもう選手たちは切り替えていると思うので、また明日勝てるように頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。事前にある程度相手の情報もあった中で、まあ、こうなるだろうなっていう展開通りの展開にはなりました。やはり相手がそうやってカウンターやセットプレーっていう本勝負になるよっていうところをやっぱり抑えきれなかったっていうのが敗因で一番強いところだと思います。1から積み重ねるそこがやはり重要でここで確かに足踏みはしていますがここで今土台を作れているというふうにポジティブに考えることも必要で一歩一歩積み重ねて将来的にはチームとしても仕事をしながらサッカーを全力でって言って上のステージにどんどん上がっていけるようにもう一歩一歩進むのみですね。